ピクシス版ギアの、はい、最大の特徴といいますか、特別仕様車と、はい、スライドドアからこちらのバックドアまでを行き来できる、はい、270度開いたこのバックウィングを、確かに広い、やるな熱高崎さあ始まりました。なんと2人になってしまいましたがテリー土屋の車の話始まります。イエーイ、2人だよ。2人になっちゃいました ね。で今回は何なの。あ、今回はですね、竹岡圭が選ぶテリー土屋におすすめする車アウトドア編でございますおすすめはい、そうなんです。コロナ禍でね、はい、いろいろほらいろんなブームができたじゃないですか、まあそうね、アウトドアブームなんか代表されますけれども、うんうん、その人気のアウトドアにですね最適な車をメーカーさん別にちょっとねご用意してみましたので、うん、それをちょっと見ていただこうかなという企画なんですよ。いいじゃないの、いいじゃないの ね。まずですね、うん、こちらがアウトドアに最適なトヨタ車でございます、はい、持ってきていただいたのはネッツトヨタ高崎広報担当の倉澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネッツさん、肝入りですか。そうですね、もうインパクト満載だと思うんですけれども、なんか見た目 K ですか。 K です、いわゆる K 版、あ、4ナンバー車を、はい、今流行ってるんですよね、 K 版、はい、ね、うん、ほう、ソロキャンパーなんていうのも流行ってまして、はいはい、これ4駆ですか。4駆です、はい、おお、これはあれですよね、ピクシス版ですよね。はい、トヨタのピクシス版ということで、はい、もともと OEM でトヨタから K の版が出ているんですよね、はいはいはい、これを、まあ、あまりトヨタのディーラー K に力を入れてないというか宣伝してこないですけれども、我々はそこ結構このコロナ禍もありアウトドアブームが来てますので、はい、そこにちょっと乗っかってこんなのも面白いんじゃないかなということで作らせ てこれ名前ついてるんですか。はい、こちらがピクシス版ギアハード、ネッツトヨタ高崎のギアハード、ハード、まあ、ワンピースかギアハー ハードみたいな本当ですよ、はい、まあ、本当はこっちがベースでギアがあって、あ、ギアがあってギアハード、順番です。これをこっちがギア改造したの。はい、さらにもともと2車種2台用意してたんですけれども、まあ、顔が違うよね、はい、うん、違います。でこっちの方が、はい、だんだんこう作成してる間に もっとワイルドにしちゃおうという路線にもなってきて、ギアをベースによりハードな、なるほ ど、まあ、これがベースなんだ、うん、こっちが実はベースはベースのピクシス版があって、はい、ピクシス版ギアができて、さらに改造してハードみたいになったっていうことですよね、はい、これは何やってあるんですか。まあ見た目がもうなんか違うし、はい、ね、カンガルー余計がついてる。そうでしょうね、カンガルー出るんですね高崎はね、まあ、出ねえよ、ね、あ、出ない、あ、そういうわけじゃないのか。出る、高崎が出るのはイノシシ、シカ、シカ、クマ、クマ、あ、クマもちょっと上行くと出ます ね。クマ出るんだ出る、へえ、はい、でもカンガルーは出ないですね、はい、出ない、出ない、出ない、はいはい、え、じゃあどっちから見ます。こっちから行く、これがベースだもんね。じゃあこっちから行く、うん、これもでもいじってあるんですよ、はい、はい、いじってあんのこれ。あります。外側はタイヤホイール以外は全部ディーラーオプション、もともとカタログに載っているメーカーが用意している純正のオプションで変えてあります。ああ、そうなんだ。まずフロントからいくとここのガーニッシュ、はい、隣にはないですけども、ない、はい、はい、向こうはペロンとしてるもんね。そうなんです、やっぱザ商用車っていうイメージが、顔のベースはあっちがベースで、こっちがベースのディーラーオプションの顔がこっちなんですね、はい、フロントまず変えてございます、はい、で、まあ、元々のグレードで LED だったり、うん、こういったガーニッシュはついてますので、うん、そこに合わせて、ここは全部オレンジだと、まあ、かっこいいんですけれども、うん、より引き締まったイメージにできる、うん、なるほどね、そのものが元々純正のオプションでありますので、なるほど、こちらを取り付けて、じゃあ一つ目のポイントはディーラーオプションで外装を作った、はい、そうなんです、うん、はい、他には価格も抑えられる、ね、横ですと、はい、ドアミラーカバーですとかドアハンドル、はい、こういったところも全部オプションで、本当は元々ボディ同色ですとか、うん、こういったところを全部ディーラーオプションで取り付けて、はい、まあ、ここも実はちょっと厚さのない、それシール、シールなんです、デカールなんですけど、これもちゃんと元々出てるんですね。だからメーカー側も意外とちょっとこうアウトドアテイストにできるような、ここは何ですか。ここ給油口になります。ここが給油口、はい、はい、あ、センタータンク、そうになりますね。トヨタのディーラーさんのオプションで出てるのすごいですね、こういうのね、バンでね、シール、うん、そうなんですね、バンですよ、だバンバカにしたな。だってバンをこうやってやるって、まあ、今流行ってますけど、まあね、ディーラーオプションでってアフターパーツメーカーじゃないんですよ、だって、まあ、そうだよね、うんうん、後ろが、はい、後ろ寝れる、これがピクシス版ギアの最大の特徴といいますか、はい、特別仕様車というふうに言ったというのはこのベッドキット取り付け、ベッドキットセミダブル、はいはい、セミダブルですね、2名寝られてます、ね、幅も120センチございますので、はい、仲良ければ2人で全然寝ていただいても大事かと思います。なるほどね、はい、これはいいわ。え、ちょっと土屋さん寝てみる、寝てみる、見ちゃう、
これはだって2人で寝れるよ、うん、これ全然楽勝じゃん、ほら。あ、本当だ。ほら、長さ186センチありますので全然入れる、はい、全然いける、全然いける、全然いけますね、うん、いいじゃん。助手席側を最大に伸ばしてるところですけど、はいはいはい、もちろんあの畳まなくてもこの右側のようにしていただければ座席出せますので、走行中はこのように真ん中に1個追加のここですね、うん、エクステンションも入ってますね、入れることによって、はい、しっかり日本人の身長だったら全然大丈夫かな。まあ、全然いいよ、これ2人でキャンプ、ね、いいですね。いい、え、こういう棚は、棚はまたセットではないんですけれども、うん、同じメーカーが作っているものになりまして、はい、まあ、キャビネット、まあ、ちょっとキャンピングカーのように使っていただけるような、うん、ここからもテーブルが両側ですね、出てまいります。まあ、これはデモカーなので両側にあえてつけてるんですけど、もちろん片側でもいいと思いますし、はいはい、薄型とこのベーシックな厚型のものもございますので。なるほどね。え、これあれですね、もうリモートワークじゃないけど、ワーケーション、ね、お出かけしていい、パソコンを置いて、ここお仕事もできるし、全然いけるよ ね。これサーキット、これ泊まりで遊びに行ったらいいんですよね。あ、全然いける、全然いける。24時間レースとか。本当ですか。うん。いい、いい。ね、うん、でもまさにそのアウトドア、キャンプとかだけじゃなくて、はい、そういったところでも、まあ、寝泊まりのために使っていただけるっていうのが、こちらのベースのギアかなと思ってます。はい。都市型と言いますか。いいですよね。ね、いい、いい、なかなか。これなんかあのお父さんの隠れ家としてもいいんじゃないですか。うん。うん、で、ね、しっかりしてるこのベッド。確かに。はい。うん、本当だ。ペラペラしてない。うん。そうなんです。クッション性かなりありますし。ね、ここに荷物置けるもんね。はい、荷物置けます、うん。高さも5段階で調整できて、今が一番低い状態です。当然天井が近くなってしまうんですけど、うん、一番上まで上げれば荷物もっとたくさん詰めて、そのアウトドアの趣味の道具もたくさんあるかもしれません。あ、なるほどね、そういうことか、はい、高さ調整していただきます。なかなかすごいですね、はい、じゃあ続いてこちらのもう一台見に行きたいと思いますけれども、はいね、本当だよ。でこちらは、はい、だからピクシスバンのアウトドア、うん、アウトドア使用者をさらにカスタマイズしたピクシスバンギアハードってことになるんですよね、はい、なのであの隣のように中にベッドキットは備わってるんですけど、うん、それじゃあ飽き足らず、うん、まあ、もうすでについているようなこのバンパーガンキット、はい、こちらをまた取り付けてまして、はい、動物ですとか、あとは多少のこういう雑草とかのこれはもうガシガシいっちゃおうっていけるんじゃないかなということもございます。なるほどね、はい、あとこちらスポイラーも一緒についてまして、はい、これ隣のだともっとなんていうでしょう、幅がある、はい、縦にあるんですけど、はい、これがかなり薄型になってますので、はい、確かに前から見た時にもタイヤがかなり見えるような、うん、そうですね、はい、角度になってます。で、まあ、台形タイヤを履いているようにも、まあ、錯覚的にも見えますので錯覚的にね確かにそうなんです、うん、かなりオフロード仕様に、そうだよね、フロントのインパクト、うん、オフロードっぽく見える、見えますね、うん、はい、こっちは、あ、はい、なるほど、こちらがタープが、はい、ね、まあ、通常よくあるオーニングとかタープっていうのはここから多分1枚ピーと出てきて、そう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 、で、まあ、ここですくつろぐみたいな感じだと思うんですけど、うん、こちらはまあ車中泊でベッドキットもついているということで、はい、まあ、スライドドアからこちらのバックドアまでを行き来できる、はい、270度開いたこのバットウィンドウ、確かに広い、この、はい、なるほどね、はいはいはい、こちらまで来てもちろんトランク開けてこちらからも出入りができますし、荷物を入れたりですとか、はい、おー、はい、いいじゃん、いいじゃん。あ、こっちとまたなんかベッドが違いますね。ベッドも大きく2種類素材がありまして、はい、隣のピクシスギアについていたのがレザータイプで、こちらはファブリックタイプになりますね、はい、この2種類が、こちらもあのだいぶ温かみがありまして、確かに実際くつろぐならちょっとこっちの方がいいのかなっていう、そう、はい、さっきより位置高いですもんね、これが一番上に上げてます、これ一番上、はい、まあ、そうすると当然天井高くなってしまうんですけれども、これだけ荷物詰めますんで、はいはい、本当にキャンプをされる方でも、まあ、あとは釣りとかいろいろ趣味の方に、うん、まあ、クーラーボックスなんかも入っちゃうと思いますので、確かにね、はい、へえ、まあ、車の中に寝室作って、はい、リビングは外側に作れるっていうのがこのバッドウィングとのセットのおすすめと、これバッドウィング、あ、バッドウィングというのは、まあ、コウモリちゃん、はい、そういうことです、あ、はい、なるほど、コウモリの羽を広げたように、はい、これは便利だ、これは大人数ですごいくつろげるですね、うん、これは便利だ、これピット裏にあってもいい感じじゃないですか、はい、ああ、なるほどね、そうですね、ちっちゃいレースだったらね、こう広げてみんなで、いい、いい、いいでしょうね、つくろサーキットくらいだったらこれちょうどいいな、みたいな、全然いい、へえ、いや、これはいいわ、なんかあの、なるほどね、Tシャツ、あれこれはちょっとカスタマイズは違うんですけど、結構我々あの出張で展示をしてたりしまして、はい、群馬県で赤城ピックアウトって赤城山のところで、うん、まあ、キャンパーを招待するようなイベントがあったんです、うん、そこに出展した際のあの
参加の参加賞の T シャツございまして、なんか昭和のアイマー着てる人いましたよね。父親はやっぱつけてバンダナもつけてましたけど。あ、バンダナね、いましたよね。昭和の人やりました？やんない。あ、やんなかった、うん。海じゃないからね、うん。サーファーですもんね、あれやるのね。湘南行くとよくやってる。やってますよね。岡サーファーみたいな人がいっぱいやってる。そうそうそう。そんな T シャツ着てます。なんか楽しそうだ。ね、うん、でもバンでこんだけできるのすごいですよね。そうなんです。まあ、あのキャンピングカーってやっぱりコストがだいぶ上がってしまいますけど、うん、まあ、ベースが軽自動車ですし、うん、はい、ベッドキットも10万円ほどのものになってきますから、意外と安いかも、うん、バンでこれで10万円でしょ、安いんじゃないですか、うん、はい、コストは意外と、もちろんキャンピングカーとは違いますけれども、はい、結構、道の駅であったりとか、うん、RV パークで、うん、あの車中泊できるスペース、あの場所も多くなってますので、うん、確かに、はい、ここで日帰り温泉入って ね、寝るのはここでね、はい、あ、バッチリじゃないですか。いいじゃん、これで実際十分なんだっていう声も結構いただきます、ね、確かに、はい、だから全然十分だよ、本当十分ですよね、うん、ラブフォーってこんなでかかったっけ？でかいですよね。大きくなってます。モデルチェンジをして大きくなってきたっていうのもあるんですけど、多分このカスタマイズでも少し大きく見えるようになっているんではないかな。なるほどね。顔も違う。顔も変わっています。確かに、うん、はい。この大きく見えるのがもしかして一つ目のポイントだったりします？はい、そうですね。もともとラブフォーの PHEV のグレードには、はい、アドベンチャーっていうグレード、あのガソリン車とハイブリッド車にはあの設定がある、アドベンチャーっていうフロントフェイスのグレードがないんですけれども、はいはい、メーカーからあの発売されてないんですけれども、それを我々先にやってしまうということで、もともとガソリン車やハイブリッド車についているバンパーをつけちゃいました。あ、ついちゃう。それがこのゴリゴリブラック塗装の特別仕様車オフロードパッケージ2に設定されている。なんかさ、強そう。強そう。え、そう、じゃあこれディーラーさんっていうか純正品ってこと？バンパー自体は純正品です。ただ PHEV にこれを取り付けての販売っていうのは正式にはしてないんですけれども、公式でもつくんですよね。はい、ちょっと苦労はありました。これディーラーさんだからパーツ取ってつけれるってことでしょ。そういうことだよ、ね、そういうこと。そういうことですよね。ディーラーさんならでは。じゃあオーバーフェンダーも？オーバーフェンダーも。あ、ただこれはジャオスさんのオーバーフェンダーを。あ、ジャオスさんなんだ。つけてます、これね、ジャオスね、はい、いや、なんか迫力あるよ。ありますよね、うんうん、ラブフォーってこんなでかいんだ、はい、すげえ。え、これ足回りは車高上げてるでしょ？はい、あの車体が重かったんでそんなには上がらなかったんですけども、はい、リフトアップのスプリングを入れてます ね。そうですよね、はい、ダンパーは？ダンパーは変えてない。あ、スプリングだけ。スプリングのみですね。へー、はい、マフラー変わってんじゃないですか？マフラーも変わってます。あ、本当だ。ガナドールさんのさせてきたんじゃないですか？そうなんです。へー、すごいな。はー、 PHEV なんですけど静かではないかもしれない。あ、そう。まあ乗ってて楽しい、気持ちいいですけどね。まあそうだよね、はい、無音っていうのもなかなかね。あ、いや、かっこいいじゃん。ありがとうございます。ねえ、かっこいいよ、うん、はー。あ、なかなか足元もさ、うん、前席が床上がってて、すっぽり足が入る、はい、なんか広そう。足元楽、これ。ほー、あ、すげえな、これ足元楽だ。これシートが結構上に上がってるから苦にならない、うん、すっぽり入る。なかなか凝ってる、これは。凝ってますよね、うん、ホイールは純正ですか？ホイールは、こちらも社外品としてあの MG ゴーレムですね、付けさせていただいています。ごついよね。ごつい、うん、すごいごつい。オフロードガンガン行くぞ。いけそう、いけそう、いけそう、はい、タイヤも東洋さんのオープンカントに。そうですね、なんか私が競技でやってるような世界ですね。なるほどね、すごいですね。でもね、私これすごいなと思ったのが、これネッツ高崎さんってディーラーさんなんですよ、うん、純正のアフター車屋さんじゃないんですよ、うん、ディーラーさんなのにここまでやるみたいな。だから好き者が集まってるんでしょうね。そうですね、まあ私の定石がこういうの好きかなと思います。いや、いいわこれね。いいですよね、うんうん、いや、なかなかいい、これかっこいい、はい、ありがとうございます。あ、びっくり、やるな、ネッツ高崎。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。